はいどうもこにゃん厨房のサトルです。今日はね、カイドウから持ってきたお酒を飲もうと思います。それはね、国士無双さんが作った梅酒。今回ね、この国士無双の梅酒ね、キンキンに冷やしておいたんですよね。で、何作ろうかなって冷蔵庫を開けてみたら、ちょっとね、和風のつまみがなかったんですよね。あったのがなんとゴルゴンゾーラピカンテ、まあちょっと塩辛いゴルゴンゾーラって感じかな。あとね、トマト、そしてね、相変わらずのバジルソース。まあトマトとチーズとバジルっつったらもうね、あれ作るしかないですよね。今日はね、この材料なので洋風なね、カプレーゼを作ってね、梅酒と飲んでいこうかなと思います。それでは早速ね、作っていきましょう。はい、それじゃね、早速カプレーゼも作っていきましょう。まずはね、トマト、洗ったトマトをね、ヘタのところをまっすぐに落とします。そしてね、ここから輪切りにしていきます。だいたいね、5ミリぐらいの厚さかな。美味しそうなトマトだな。で、これだと一口にちょっと大きいので、それが半分に切っちゃいましょう。はい、次はね、ゴルゴンゾーラを切っていきましょう。おー、すごい、ゴルゴンゾーラの匂い。そうだな、ゴルゴンゾーラもね、ちょっと塩気が強いので、小さめのカットにしていきます。本当はね、ワインがあったらよかったんですけど、今ちょっと冷蔵庫にワインがないので、感じでね、梅酒に合わせていっちゃいます。それではね、具材が切り終わったのでお皿に盛り付けていきましょう。はい、それじゃね、盛り付けしていきます。まずはね、トマトを並べて、で、そこにね、チーズを1個ずつ、ちょっと大きいのはね、半分に割ったりします。なんだかんだ言ってね、ゴルゴンゾーラってしょっぱいんでね。そしてね、最後はバジルソースをかけてあげるだけ。ゴルゴンゾーラのカプレーゼの完成です。はい、完成しました。それじゃあ早速ね、ゴルゴンゾーラのカプレーゼ食べていこうと思います。それじゃあいただきます。まずはね、国士無双の梅酒からいきますか。皆さん、一足します。一足した時に、乾杯。おわ、うまっ。ああ、これめっちゃくちゃうまい。国士無双の梅酒。まずね、めちゃくちゃ甘くて美味しいです。で、アルコール臭くない。で、梅のエキスもしっかり入ってます。ですのでね、口当たりが本当に優しくて、甘くて美味しい梅酒って感じです。冷蔵庫でね、キンキン冷やしたんですけど、美味しいや。で、またね、梅の香りが口に広がりますね、飲んだ時。美味しいこれやばいっすねそれじゃね、早速ゴルゴンゾーラのカプレーゼの方もいただきます。ゴルゴンゾーラってやっぱり人の好き嫌い多いと思うんですよ。やっぱ独特の香りとね、
強い塩味があるので、私個人的にはそういうの好きなんで、全然気になれません。でね、また、トマトも大きく切ってあって、またね、バジルソースもね、いい意味でゴルゴンゾーラの香りを包み込んでくれてますね。ただ、苦手な人とか、ただゴルゴンゾーラ苦手な人だとね、ちょっと好き嫌いが出ちゃうかなっていう味ですね。個人的には好きです。それで、もうちょっとちっちゃく切ってもよかったかな、ゴルゴンゾーラは。ちょっとね、まだ大きかったぐらいです。トマトがね、だいぶジューシーなのでね、そこでバランスが取れてる感じです。塩飲むとね、口の中が甘くて幸せな感じになりますね。ガツンとしょっぱいチーズが口の中に広がって、でその後ね、トマトのみずみずさ、バジルの香りでね、ふわっと口の中が現れるんですけど、やっぱりチーズの方が口の中に長く残るんですよね。で、そこのチーズの癖とかそういうのをね、この梅酒の甘さが包み込んでね、持ってってくれる。美味しいですね。あー、うまいわ。これね、ゴルゴンゾーラが好きな方は一回やってほしいですね。これクラッカーとかも合うだろうな。これにさらにクラッカーとかにしてもさらに美味しいかもしれません。味が濃いゴルゴンゾーラなんで、クラッカーとかね、そういうシンプルな味のものにすごい合うと思います。で、意外に今回ね、ワインがなかったので梅酒で合わせましたけど、意外とね、梅酒も合ってますね。やっぱり甘さとかフルーティーの香りがね、ダイレクトに伝わる飯だからこそ、こういう洋風のものにも合いやすいのかなと思います。うまい。あ、もう2杯目いただいてます。それじゃね、残りもゆっくり食べていこうかなと思います。よいしょ。はい、というわけでね、今日はゴルゴンゾーラのカプレーゼを作って食べてみました。いや、意外とね、ゴルゴンゾーラのカプレーゼ、味がね、普通のカプレーゼも強いです。ただその分ね、ちょっと味が強いお酒というか梅酒がね、いい感じに合いますね。またね、梅酒以外にもちょっと辛めの白ワインでも美味しいかもしれないなと思います。これはね、そこはね、お餅のお酒と合わせてみてください。いろんな種類あったらね、それと飲み比べてどれがね、マリアージュするか比べてみてもいいかもしれませんね。そして今回飲んだ黒渋草の梅酒、大吟醸ブレンド、美味しいですね。めちゃくちゃ甘口が好きな人にはたまらない一本だと思います。私的にね、甘いの大好きな私は、もう自分の好みで言うなら超好みな梅酒でした。あれはね、もうリピ確定です。ということでね、今回の動画はこれで終わろうと思います。この動画が面白いと思った方、よければ高評価、チャンネル登録、メールマーク登録もよろしくお願いします。それじゃ、バイ。